はい、こんにちは、レイセンです。今日は10月15日土曜日です。実験生活1644日目、だいたい野菜ジュース豆乳麹水ミューズリーで生活実験15日目です。天気は晴れ、睡眠時間今のところ6時間ですね。で、今週はまあ先週に続きミューズリーですね。ミューズリーとはまあ書くんだけど、ミューズリーばっか取るわけじゃなくて他にもね、昨日食べて美味しかった落花煮豆とかね、まあちょこちょこ固形物も取りながら、でもミューズリー、まあ一応オートミールとかね、オートミールだけでもあるもんで、袋で、まあそれも入れたりとかね、でやっていきます。で、できたらね、途中でもうそろそろいけそうだなと思ったら、ドリンクだけですね。1.5 リッタープラス麹水でまあやるけどちょっと今のところまだ食べたいんで、まあ固形物ありでね進めていきます。で、もうすでに今日グリーン豆乳とこれ1豆乳1杯ずつ飲んでて、あと麹水とオートミールを 30g ですね取ってます。あとはまあすき焼きのタレも少しだけ取ってます。なんかね、すき焼きのタレさっき飲んだらね、手がかさついたんだよね。あれ、もしかしてすき焼きのタレが原因かなと。手のかさつき。前にそば食べたじゃん。そば食べた時に、なんかかさついたって言って話したけどさ。すき焼きのタレが結構大きいかもしれない。もしかしたらね。あれも日本酒入れてるもんで、アルコールは飛ばしてるけどさ。そういうのが悪さしてる可能性とかあるなと思ったけど。まあいいや。で、買い出し行ってきます。買い出しで、落花煮豆ですね。あれ美味しかったもんで、あれ買ってくる。ね、他にももしかしたら何か買ってきちゃうかもしれんけど。一回買い出し行って。で、あとまあジムですね。今日ジム行く予定です。そんだけかな。で、今週はなんで、これ1豆乳、グリーン豆乳、ビタミン豆乳の 1.5 リッタープラス麹水をドリンクにして、固形物は、まあ、基本ミューズリー。あと、オートミール。で、レーズンだね。サルタナレーズン。で、まあ、落花煮豆とか他のちょっとしたもの。まあ、固形物はその辺でやっていこうかなと思ってるところですね。今週はね。したら始めていきます。今、買い出しから帰ってきました。型も、まずこれ、落花煮豆ですね。これが食べたかった。で、濃密バナナ、バナナチップスですね。名称は油菓子。原材料名バナナ、植物油脂、ココナッツオイル、で砂糖と、で添加物香料ですね。内容量 70g、 原産国はフィリピンです。販売者は MD ホールディングス、大阪ですね。そんだけ 70g、 まああんまたくさん入ってるとね、良くないかなと思ったんで、まあ少ないやつ買ったってとこです。パリッと食感、どの濃厚な味わいですね。普通のバナナチップかな。ちょっとなんかスライスが薄いかな、薄めの感じですね。甘い。なんか普通のバナナチップスよりもなんか甘いな。甘くって、なんかちょっと質がいいかもしれん。これ、自作のミューズリーにいいかもしれないですね。まあ食べちゃうと思うけどな、そのまま。結構美味しい。で、これ。コーンフレークですね。オーガニックコーンフレーク、ビター、カカオ。オーガニックコーンにオーガニックカカオなど少ない素材で味付けした甘さを控えたビターなカカオ味のオーガニックコーンフレークってところです。名称有機朝食シリアル。原材料名有機トウモロコシ、有機砂糖、有機ココアパウダー、有機ココアバター、有機カカオマス、食塩で、原料原産地名は、有機トウモロコシの産地はアルゼンチンとイタリアか。内容量は 200g ってところです。BGAR。アルゼンチンだな。アルゼンチンですね。これ北海道で作られていますってあるね。まあ、他のやつよりね、マシかなと思ったんで、試すだけ
なんか普通のコーンフレークだなこれ、ごく普通のコーンフレーク。ちょっと匂いがカカオかな、ああ結構甘い、お菓子だなこれ。カカオっぽさは少ないな、少ないけどなんかやっぱちょっとビターな、味があるね。したら取ってきます。今ジョギング行ってきたところです。5キロですね。今日なんか気持ちよかったですね。走るのにいい日でしたね。あとはジム行く予定だったんだけどジョギングに変えたですね。魂の反応がなんかいまいちだったんで、明日ジム行こうかなって思ってます。したらゆっくりします。おはようございます。昨日の結果報告ですね。10月15日土曜日、実験生活1644日目、代替野菜ジュース豆乳麹水ミューズリーで生活実験15日目です。天気晴れ、睡眠時間6時間、前日午後10時から深夜0時までの2時間と深夜0時半から4時半までの4時間、0時半から4時半までの4時間と、あと昼に1時間ですね、合わせて6時間、あ7時間だな7時間、昼飲む入れてなかった、7時間ですね。ジョギングは今日は5キロですね。今日はあり5キロ走っています。で、ウエイトトレーニング、ジムはなしですね。今日はまあジム行く予定だったんだけど、結局やめちゃったんで。夕方頃寝ちゃったんだよね。寝ちゃったもんで、ああ、もう今から行くのはちょっとあれかなって、で、ジョギングに変えたってとこです。魂もジョギングの方がいいって言ってたんでね。で、飲食。まず飲んだもの。これ1豆乳500、グリーン豆乳1000ミリ。あとビタミン豆乳も1000ミリ。で、麹水は800です。固形物が、オートミール60グラム、コーンフレーク200グラム、バナナフレーク70グラム、落下煮豆150グラム。あと、すき焼きのタレ少しというところです。まあ、すき焼きのタレは、固形物っていうより液体食。前のね、前のすき焼きのタレは根昆布入ってたもんで、たくさん入ってたもんね、根昆布が。まあ固形物寄りだったんだけど、今のすき焼きのタレはね、根昆布入ってないんだよね。1階にあっただし用の柔らかい昆布を1本ね、こんなもんのやつ1本を、まあ細かくして、で、ミルサーでね、もっと細かくして、で、まあ入れてあるんだけど。なのでね、昆布はあんま入ってないんだよね。一応味は、まあ、だしっていうかね、旨味は出てるんだけど。ただ、まあ、この間固形物にすき焼きのタレ入れといたもんで、まあ、それに習ってね、固形物の方に入れたってとこです。尿回数7回出てて、こそ薄め平均的、量は平均的、少ない時がありました。大便1回出てます。夕方ですね。色茶色。太バナナ状で30センチ、プラス細バナナ状20センチ。平均的な硬さで匂いはそこそこありってところです。この太バナナ30センチがね、結構太かったね。まあ、極太って言っていいかもしれないですね。極太で30センチぐらいかなって。で、おならたまにありで匂いはなしです。今日の気づきですね。今日はまあ、ちょっとドリンク飲みすぎちゃったんだよね。特に夜だね、夜。夜ビタミン豆乳500、グリーン豆乳500、さらにビタミン豆乳500っていう 1.5 リッター。夜だけでね。夜だけでこんだけ撮ってんだよ。まあそこがでかいなーってとこですね。で、オーガニックのコーンフレーク、ビターカカオ味ですね。あれ撮ってみたんだけど、もう美味しかった。美味しかったですね。美味しかったっていうか、まあコーンフレークだなって感じ。カカオはまあ少し感じるかなっていうとこですね。
うん、で食べた後なんか変な感じはなかったもんで、気持ち悪くなるとかそういうのなかったんで、まあ使ってる材料がやっぱいいのかなと思ったとかですね。ただ歯には悪い、うん、歯にはね、歯にはなんかコーンフレークって、うん、歯の隙間にね入っちゃうからさ、うん、あの砂糖のね砂糖のなんていうのかな、染み込んだコーンフレークがね、細かくなって歯の隙間に入ってっちゃうんで、で溶けていくものでもないから、ちょっとあんま良くないよね。まあ、そこが気になったってとこですね。うん、味とか体の反応はそう悪くなかったって感じです。バナナフレークも美味しかったね。あれ濃密バナナ、なんか味がちょっと濃かったね。うん、甘さがちょっと強かったっていうのかな。うん、普通にいい感じでしたね。ただあれも同じで歯にね悪い、やっぱ細かくなって隙間にギュッと入っちゃうもんで、まあ、砂糖がついてるのにさ、うん、歯に超悪いなこの2つと思ったね。ただ味は良かった、うん、でまあ同じく取った後でそうなんか気持ち悪くなるみたいなこともなかったですね。まあ、量も少ないでね、 70g だったんでね。落下に豆は普通に美味しかったですね。まあこの間ほどの感動はなかったけど、でも普通に美味しかったです。まあ定期的にちょっと買いたいなと思ってるぐらいですね。落下に豆なかなか良かったです。そんなわけですね。まあ、夜取りすぎちゃったのかな。2500なんでな。まあ、そういう時もあるでしょうね。でそんな感じ。そんだけかな。あと、オートミールだね。2杯にオートミール 30g 入れてるんだよね。これ1豆乳、昼のこれ1豆乳、500の中にオートミール 30g ですね。あと夜もね、夜もビタミン豆乳の中にオートミール 30g 入れてるんだけど、なんかね、オートミール入れると、あのオートミールだね。これ、ライスアイランドのオートミール。これ入れるとね、なんか微妙に調子がいまいちだね。そう、食べた時はそこまで悪くないんだけど、なんか寝て起きたらなんかちょっとな、お腹の感じっていうか、うん、このあたりがなんか微妙に良くないって感じですね。うん、多分材料そんなに悪くないと思うんだけどな、これ、うん、と思うんだけどね、微妙に良くないですね。うん、やっぱミューズリーだね。うん、サイテンバッハのアクティブピープル、あれかな、あれが一番かな。あれだったら悪くなんないんだよな、不思議と。何が違うんだろう、農薬品種、うん、農薬の可能性が高いよなって思っているとこですね。うん、で今日ですね、今日10月16日日曜日、今日は今日こそね、今日こそジム行こうと思うんでまあ、今からジム行ってきます。で、帰ってくるときに買い出しで、まあ、レーズンですね。サルタナレーズンとデーツ。あともしかしたら、甘栗ですね。甘栗あんま別に食べたい気持ちないんだけど。ないんだけど、まあ、秋だし。うん、なんか、新栗うん、旬の栗が出てたりするのかなと思ってさ。ちょっと食べてみようかなっていうところですね。そんな食べたい気持ちないんだけど、今食べたいのは、特に別にって感じかな特に何が食べたいってこともないけど、うん、ただエネルギー的にデーツとかね、レーズンがちょっとあった方がいいかなって思ってるところですね。冷凍ブルーベリーも別に食べたいって気持ちはないかな。まあそんな感じ。なので買い出しちょっと行ってきます。買い出しとあとジムですね。行ってきます。で、ミューズリーをね、買ってくるべきかと思ったんだけど、まあ今買ってきても食べちゃうんでね、全部。ちょっとまずいな、それは。っていうのもある。で、もうすでに朝これ1豆乳500の中にオートミール 30g 入れて取ってます。あ、これの影響もあるかな。ちょっとなんか微妙に気持ちがなっていうのが。そんだけですね。取るのは一緒ですね。これ1豆乳、グリーン豆乳、ビタミン豆乳、あと麹水ですね。うん、で、固形物、もうこのオートミールはちょっと使わずに、うん。ドリンクはドリンクだけでやって、で、あとまあレーズンとかね、そういうの買ってきたやつを取る予定です。
まあなんか食べたいものがあったらスーパーでなんか買ってきちゃうかもしれないですけどね。そんだけです。そしたら今からまあちょっとドリンク取ってでジムですね行ってきます。今ジムから帰ってきました。で買い出し行ってきたんでちょっと行く場所一箇所しか行かなかったもんでレーズンとか買わなかったんだけど、これバナナチップスですね。原材料名バナナ、ココナッツオイル、砂糖でバナナ香料、内容量 230g、 原産国フィリピン、ね、販売者元気、加工所は一向いってとこですね、名古屋、うん、まあ元気でね、補充を、うん、コレイチとグリーンスムージーとビタミンスムージーですね、補充の時にちょっと見かけたもんで買ってみた。あとは焼き干し芋ですね。まあこんだけです。したら取っていきます。おはようございます。昨日の結果報告ですね。10月16日日曜日、実験生活1645日目、代替野菜ジュース、豆乳、麹水、ミューズリーで生活実験16日目です。天気晴れ、まあ夜雨降ったけどね。睡眠時間7時間半、前日午後11時から午前4時半までの5時間半と6時半から8時半までの2時間、あと夕方に1時間ほど睡眠とっています。で午後6時から7時までも1時間ですね。合わせて7時間半ってところです。あ、違うな、9時間半だね9時間半、めっちゃ寝てんな今日。でジョギングなし、ウエイトトレーニングはジム3時間です。あと飲食ですね。まず飲んだもの、コレイチ豆乳 1000ml、 グリーン豆乳500、ビタミン豆乳 250ml で、固形物がオートミール 30g、 バナナチップ 230g、 焼き干し芋 220g です。なんで、バナナチップと焼き干し芋だね。久しぶりだね、焼き干し芋。惜しかったけど。尿回数4回出てて、濃さ薄め、平均的な濃さ、量は平均的な量でした。大便なしですね。今日大便出てません。おならたまにありで、匂いは少し柔らかな匂いがちょっとあったってとこですね。1回だけ。今日2、3回、おなら2、3回出てて、うち1回がね、夜なんだけど、なんかね、ほんのりね、ほんのり柔らかい匂いがちょっと漂ってきたっていうか、あんまり嫌な匂いじゃなくって、そんな臭い嫌な匂いじゃないんだけど、ほんの少しだけね、ほんのりなんか柔らかい匂いが漂ってきたね。そんな感じ。腸環境はまあ、まだいい方だと思う。で、今日の気づきですね。まあ今日は、オートミールはもうやめですね。これ朝に入れてるんだけど、まあ調子あんまり良くないもんで、あのオートミール。まあ今後は取らない予定です。で、バナナチップはね、今日ね、片頭痛ひどかったんだよ。とにかく片頭痛が、ガンガンって言ったし言い過ぎかな。ずっと痛かったんだよ、頭が。夜もなかなか寝つけんかったぐらい。バナナチップがね、その原因の一端で間違いないと思う。これ取ってからだね。ここに入ってる、まあ砂糖とかね、が影響してんじゃないかなってとこですね。まあ今後バナナチップはなるべく買わないようにしようかな。あのミューズリーに入ってるやつはいいけどさ。あとあの濃密バナナ。あれぐらいだったら 70g だもんで、まだマシかもしれないってとこですね。焼き干し芋に関してはもう美味しかったけど、焼き干し芋食べてからさらに頭痛がひどくなったんで、まあ焼き干し芋もなるべく取らない方がいいかなってとこです。だけかな。で、今日ですね。今日10月17日、月曜日です。
今日はまず豆乳ですね。豆乳買ってきて、で買い出しでレーズンだね、サルタナレーズンとあとデーツですね、ちょっと買ってこようかなと思ってます。今後はそのドリンクだね、コレイチ豆乳、グリーン豆乳、ビタミン豆乳、あれ今日麹水取ったんだ、そういえば麹水800ですね、800ドリンク今日取ってます。入れ忘れとった、あ今日っていうか日曜日ね、で月曜日、今日だね今日ちょっとややこしいんだけど、今日取るのはコレイチ豆乳、グリーン豆乳、ビタミン豆乳で、ビタミン豆乳は半分だけ飲んでるんで、で朝ですね、今日の朝、今朝残り半分飲んでます。麹水もちょっと取ってます。あとは、まあ、買い出しでサルタナレーズンとデーツですね。で今後ちょっとまあどのぐらいやるか分かんないんだけど、今後ちょっとそのドリンクと固形物で、ドリンクはまあいつも通りのドリンクだね、コレイチ豆乳、グリーン豆乳、ビタミン豆乳、麹水で、あれ今日はそういえば水も入れてるな水200飲んでるわ、そういえば、うん、入れ忘れた、今日じゃない、昨日はね、日曜日ね、日曜日分で、うん、水も入れてる、かき忘れとったね。でドリンクだね、ドリンクプラス固形物で、固形物の方を果物だね、いや木の実だね、木の実でやっていこうかな。サルタナレーズンとデーツですね、ここを取るっていう形、まあドリンクの中にレーズンちょっと入れたりとか、デーツ入れたりとかして、でまあ甘みもあるもんで、デーツとかね、レーズンが、それ楽しみながら、まあそれをおやつみたいな感じにしてね、エネルギーにもなると思うから、まあそれでちょっとやってみようかなと思っています。あとは必要に応じてミューズリーですね、を買うって形です。それだけかな。バナナチップとか焼き干し芋とか、まあ固形物でも、まあ加工品の固形物っていうのかな、そういうのはあんま取らないようにしていく予定です。落下に豆はあれ美味しいんでね、まああれはちょこちょこ取ろうかな。まああんまり偏頭痛の原因になるようだったらやめるけど、今んとこまあそんなにって感じなんでね、うん、まあそんだけですね、うん、先週も結構食べちゃったんで、今週はなるべくちょっと減らしていきたいところですけどね。そしたら今から豆乳ですね、豆乳買っていきます。今買い出しから帰ってきました。買ったのは豆乳2リットルとあと厚揚げですね、2枚で、デーツとサルタナレーズンですね、まあ、補充って感じで、うん、したら取ってきます。おはようございます。昨日の結果報告ですね。10月17日月曜日、実験生活1646日目、代替野菜ジュース、豆乳、麹水、ミューズリーで生活実験17日目です。天気は雨のち曇り、睡眠時間8時間ですね、夜中深夜0時から午前8時までの8時間です。ジョギングなし、ウエイトトレーニングもなしです。あと飲食ですね、まず飲んだもの、コレイチ豆乳 1000ml、 グリーン豆乳500、ビタミン豆乳750、あと麹水800に水 100ml です。固形物が厚揚げ2枚、デーツ 180g、 サルタナレーズ 270g です。うん、ちょっとドリンク多いんだよね今日は、2250だよな、うん、久しぶりに厚揚げ食べた、あれ個人商店の厚揚げですね、あ久しぶりに食べたら美味しかったね
あれね、出来たてだともっと美味しいんだけどね、うん、ちょっと買いに行くの遅かったんで、うん、で買いに行ってまだ残ってたもんで、あ、久しぶりにちょっと食べようかなと。食べたら美味しかった。特になんか頭痛、偏頭痛がひどく出るみたいなことはなかったですね、うん、あ、やっぱ時々ちょっと厚揚げ買いたいなって思う。時々欲しいな、うん。でデーツに関しては、まあ味は良かったんだけどね、うん、味良かったんだけどちょっとやっぱ歯に悪いな。デーツとあとサルトナレーズンもそうだけど、デーツレーズンともにやっぱ甘いだけあって歯に悪いなと思った。尿回数4回出てて、濃さ薄め量平均的な量でした。大便2回出てます。1回目朝ですね。色茶色、第1章の粒状で14粒ですね。固めで匂いはなしってところです。粒もね、あの太バナナをちぎったような、太バナナちぎったような粒、まあ、粒って言っていいのかなと思うけど、まあでもなんていうのかな、長くないんだよね。ブチュって、うん、ブチュってちぎったなんか一塊みたいな、そんな感じで落ちてくるもんで、だ粒状っていう言い方しかできないけど、一粒が割とでかかったりするんだよね。で14粒、まあ固めなのは固形物だね。固形物が多いと固くなるんだけど、昨日は便出てないもんで、その前の日だとオートミール、コーンフレーク、バナナフレーク、落下煮豆取ってて、昨日もオートミール、バナナチップス、焼き干し芋なんで、この辺の固形物がまあ効いてるんじゃないかなってとこですね、うん、水分が少なくって固形物多いと固めの便になる。まあ水分は割と取ってんだけどなね、うん。で、2回目夜ですね。色茶色、太バナナ状20センチプラスソフトクリーム状で100ミリくらい、平均的な硬さで匂いは、匂いなかったと思うけどな。ちょっと書いてなかった、書き忘れてた、わかんない、多分匂いなしだと思う。あんま覚えてないですね。おならたまにありで匂いはなしから少しありってところです。まあおならほとんどなかったんだけど、一回ねトイレ入ってる時におなら出て、それがねちょっと匂いがあったんだよね、うん、なんか少しあり。でそれ以外に確か一回日中にあった気がしたけど、あんま覚えてないですね。で、今日の気づき、まあ、さっきも話した通り、デーツと、あと、サルタナレーズンですね。デーツとレーズン。この二つ、まあ、木の実だもんで、実験にいいかなと思ったんだけど、やっぱ歯に悪いな。うん、歯に悪い。まあ、取らない方が、取らないで済むならその方がいいかなと思ったところですね。ただ、ドリンクだね。ドリンク、コレチ豆乳とか、ね、グリーン豆乳とか、このドリンクにレーズンを入れると、割と美味しいんだよ。割と美味しいね。いい感じですね、やっぱり。美味しいんだけど、なんかね、やっぱちょっとくどいな。甘さがくどくって、まあ、ちょっと入れる分にはいいんだけど、さすがにね、取りすぎだね、これ。270g とかね。デーツも 180g 多すぎだね。まあ、レーズン1日スプーン1杯とかさ、それぐらいだったら全然問題ないと思うし、デーツもまあ1日に5個とかね、それぐらいだったらいいと思うんだけど、まあどちらにしても、あると食べちゃうんでね、あると食べちゃうんで、で、食べると、まあやっぱ糖の取りすぎでね、ちょっと気持ち悪くなったりするんで、低血糖症の症状は出てこないんだけどな、不思議とね。ああいうの出てくるのはやっぱ砂糖だよね。砂糖関係は出てくるんだけど。加糖ぶどうと液糖の入ったジュースとか。あと、野菜生活100の安いやつのバージョンっていうのかな。マンゴーサラダとかさ、ああいうね。あと、ま、新作の新しい味のものとか出てくるじゃん。ああいうね、果物ジュースがたくさん入ってる野菜ジュースとか、あと、ま、果物ジュースもそうだけど。加糖だね、加糖、加工された加糖っていうのかな、そういうのはね低血糖症になるんだよね。あと甘酒だね、甘酒、うん、市販の甘酒、白米から作ってる市販の甘酒ですね、はね低血糖症の症状出てくるんだよね。だからデーツとかね、レーズン、この辺はね取っててもまあ別に出てこないんだけど、ただちょっとねやっぱ糖の取りすぎで気持ち悪さが出てきたりするっていう、まあ、そういうとこですね。歯に悪いのとちょっと気持ち悪さ出てくるのがあるんで、まあやめた方がいいかなーってとこですね。まあ量はあんまり取らなきゃいいんだけどさ。
なかなかね、なかなか少しだけでやめとくってことができない。できないね。まあそんな感じです。で、今日ですね、10月18日火曜日です。で、今日は、まあ、できたらちょっとジム行きたいなと思ってるところですね。あと、メメントモリっていうゲームが、新作アプリが出るもんで、まあおそらく放置ゲーだと思うけど、放置ゲームだと思うけど、まあちょっとやってみようかなと思ってるところですね。キャラデザーがいいよね。キャラデザーが。なんかストーリー重そうだけどな。あんまりちょっと鬱っぽいゲームだったらやめるけど、良さげだったらね、ちょっとやってみたいなって思ってます。そんだけ買い出しはちょっととりあえず行く予定は今んとこないけどな。で、あと編集作業ですね。やってってとこです。したら今から、まあ、今日はちょっとドリンクだけにしようかなと思ってます。固形物なしですね。なしでドリンクだけ。で、1.5 リッター絶食でやりたいなって思ってるとこですね。これ1投入とグリーン投入とビタミン投入1杯ずつで、あと麹水ですね。まあ、その辺でやっていきます。今ジムから帰ってきました。特に何も買ってこずに買い出しせずに直で帰ってきた。まあ今日はね、固形物なしで、今日っていうかできればずっと固形物なしでいきたいところですね。したらゆっくりします。おはようございます。昨日の結果報告ですね。10月18日火曜日、実験生活1647日目、代替野菜ジュース豆乳麹水ミューズリーで生活実験18日目です。天気は晴れ、睡眠時間5時間半、夜中深夜0時から2時までの2時間、と午前2時半から6時までの3時間半、合わせて5時間半ですね。ジョギングなし、ウエイトトレーニングはジム3時間です。あと飲食ですね。まず飲んだもの、これ1豆乳500、グリーン豆乳500、あと麹水300ですね。超優秀でしょ。で、固形物はなしです。今日固形物なしですね。完全絶食ですね、絶食。で、1リッター絶食ですね、今日は。尿回数6回出てて、濃さ薄め、量は平均的な量でした。大便1回出てます。お昼頃、色茶色、中太バナナ状30センチ、プラスソフトクリーム状で100ミリくらい。平均的な硬さで匂いはなしですね。なので、まあ、便はまあまあ出たってとこですね。おならはなしです。今日おなら全くなかったですね。全く出てないです。で、今日の気づき。今日はね、まあ単純にね、ちょっと金銭的に、金銭的にもう、厳しい状態なんで、それでようやく絶食ができたっていうね。やっぱお金があるとね、買っちゃうんだよね、固形物を。買っちゃうんだわ。で、踏ん切りがつかないっていうのかな。なかなかできなかったんだけど、お金がもう残りわずかって状態になって、ようやくね、ようやく買わずにね、固形物買わずにやれたっていう、ね。あと今日は新作ゲームだね。新作アプリのメメントモリっていうのが出たもんで、あれやってたっていうのもある。あれ日中やってたもんで、それであまりお腹の減りが気にならなかったっていうのかな。まあそういうのがありますね。まあ今日はそんな感じでした。で、昨日ね。昨日はそんな感じだった。で、今日は10月19日ですね。水曜日です。まず、買い出して豆乳ですね。豆乳買っていきます。まあ、月水金と今言ってるんで。で、まあ、今日はちょっと食べようかなと思うんで。厚揚げですね、厚揚げ。個人商店の厚揚げ。豆乳買うついでにね。厚揚げもまあ買ってこようかなと思ってます。で、固形物はまあ厚揚げだけで、他はもう取らずにですね。
あとはドリンク、これ1グリーンスムージービタミンの、ね、割った豆乳ですね、 1.5 リッタープラス麹水、ね、と厚揚げで焼く予定です。したら今からちょっとだけドリンク飲んで、で買い出し行ってきます。今買い出しから帰ってきました。買ったのは豆乳2リットルとあと厚揚げ2枚ですね。したら取ってきます。おはようございます。昨日の結果報告ですね。10月19日水曜日、実験生活1648日目、代替野菜ジュース豆乳麹水ミューズリーで生活実験19日目です。天気は晴れ、睡眠時間6時間、前日午後11時から午前5時までの6時間ですね。あと午前9時半から11時半、11時15分だなまで1時間45分間ゆうとれやってます。ジョギングなし、ウエットトレーニングもなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの、これ1豆乳500、グリーン豆乳500、ビタミン豆乳500、麹水500です。固形物が厚揚げ2枚ですね。今日厚揚げ取ってる。厚揚げっていうか、まあ、固形物取ってるってところですね。尿回数5回出てて、濃さ平均的、薄め、量は平均的な量でした。大便1回出てます。お昼頃、色茶色、太バナナ状20センチプラスソフトクリーム状で150ミリくらい。平均的な硬さで匂いは少しありってところです。おならはなしですね。おなら全く出てないですね。全く出てないです。なので、この量ですね。この 1.5 リッター。これ1豆乳、グリーン豆乳、ビタミン豆乳1杯ずつの 1.5 リッター。プラス麹水。これ、まあ、厚揚げ今日は取ってるけど。まあ、このぐらいの量だったら、固形物は、まあ、そう影響ないって感じですね。うん、お腹にはね。うん。で、調子がいいってところです。まあなんかしんどいこともないし、ちょっとお腹空いてきたなーってなったら、まあ二口か三口ぐらいね、ごくごくごくって飲んで、で残りは冷蔵庫に入れとく、置いとくっていう、そういうやり方でやってると、まあ別にしんどくないもんで、うん、大丈夫って感じですね。まあ今日は厚揚げ取ったけど、どうだろうな、週に 1,2 回ぐらいはまあ取ってもいいかなと思ってるとこですね。厚揚げぐらいはね。で基本はまあ 1.5 リッター絶食ですね。 1.5 リッター絶食プラス麹水で、今日ですね、今日が10月20日木曜日です。今日も、今日まずコレチ豆乳1杯もうすでに取ってるんだけど、あと麹水ですねは取ってるんだけど、今日もコレチ豆乳とグリーン豆乳とビタミン豆乳の 1.5 リッタープラス麹水ですね。これでやっていきます。やれると思うけどな。うん、で、できたら、まあ、ウェイトトレーニングないし、ジョギングですね。ジョギング、ちょっと行ってないもんで、まあ、そろそろ行きたいとこですね。火曜日ジム行ってるんで、まあ、今日ジョギング行ってこようかな。天気もいいんでね。で、編集とジョギングですね。まあ、買い出しは明日にしようかな。まだあると思うけどな。まあ、なかったら買い出し行くけど、多分あると思うんで。こんな感じです。まあ、まだね、まだ絶食、本格的な絶食始めて間もないんでね。火曜日の日が完全になしでしたね。で、水曜日、今日、あ、昨日だね。昨日が厚揚げ2枚。で、今日もなし。うん、このぐらいのパターンでちょっとやってみようかな。体の状態としてはちょっと寝すぎ
朝ね、朝ちょっと寝ちゃったんで、二度寝しちゃってたんで、なんか微妙に頭が重いですけどね、この辺が。ちょっと重い感じがあるけど。まあ、それぐらいですね。したら今から、まあ、ちょっとだけドリンク取って、で、編集やってきます。今日の結果、昨日の結果報告です。10月20日木曜日、実験生活1649日目、代替野菜ジュース豆乳麹水ミューズリーで生活実験20日目です。天気は晴れ、睡眠時間8時間。前日午後11時から午前5時までの6時間と午前5時半から6時半までは夕トレやって、6時半から8時半までの2時間は寝てるってところですね。二度寝してるってことですね、朝ね。合計8時間ってところです。で、ジョギングは5キロですね。走ってます。ウェイトトレーニングはなしです。あと飲食ですね。まず飲んだもの。コレチ豆乳500、グリーン豆乳500、ビタミン豆乳500、麹水400です。で、固形物はなしですね。今日固形物全く取ってないです。割と、もう、ちょっと買い出し行かないとね。ドリンクがないんで、豆乳があるけど。なので今ちょっとお腹減ってるんだよね。お腹ちょっと空いてるんだ。なので元気がない。尿回数5回出てて、濃さ薄め、量は平均的な量でした。大便なしですね。今日大便出てません。おならもなしですね。おならも出てません。まあ 1.5 リッター絶食だと、便もまあ5日に1遍ぐらいやったかな。5日か、まあ1週間に1遍とか、それぐらいですね。で、おならはまあ、たまに小さいのが出てたと思うけどな。まあ今日はなかったってところです。で、今日の気づき。今日はね、朝起きて鏡見たんだけど、あんまりね、いい顔じゃないね。なんか微妙にちょっと疲れた老化したような顔だったね。で、原因としてはね、まあ間違いなく夜更かしだな。昨日寝るの遅かったんだよ。午前2時頃に寝てるんだよね。で、6時頃起きてるんで。まあ、6時頃ってちょっとあやふやなんだけどね。5時半から6時ぐらいの間で一遍起きて、で、ちょっとだけ夕トレやって、で、なんかあんまうまくいかないなっていうので、横にちょっとなって寝かけたんだけど、なんか、それもな、みたいな感じで起きてゲーム始めたっていうね。めんどくさいもんで、まあ6時に起きたってことにしちゃったけど。あんまりちょっとね、正確じゃないんだけど。一応まあ4時間睡眠ですね。今日今朝だね、今朝はね。で、午前2時頃に寝てるもんで、ちょっとゲームでね、ゲームでチャットで話盛り上がっちゃって。で、気がついたら結構時間経ってて、で、その後はね、もう一本のゲーム、メメントモリってやつだね。そっちの方も、まあ、やっておかないとみたいなのがあったんで、やってたんだわ。そしたら、結構時間経っちゃって、あれ、もう2時だよって。そんなに眠くなかったんだけどね。なんかもう眠くってしょうがなくって、でもなんとかやらなきゃみたいな感じではなくって、割と元気だったんだわ。気づいたらもう2時だったっていうね。だけど、そこから寝て、で、まあ4時間ぐらいで起きた時の顔だね。今朝の顔は良くなかったね。なんかちょっと老化してる感じの顔だったんだ。なので、やっぱ睡眠大事だな。で、まあこのぐらいでも老化するってことは、二交代制の仕事やってたらダメだなと思った。まずダメだわな。っていうか、むしろ、まあ、悪化するっていうのかな。
まあ、不老不死の実験には使えないっていうか、ふさわしくないっていうか、二項体制はね。お金稼ぐだけならまあいいんだけどさ。うん、だ実験の方にはまあ支障バリバリ出るなと思った。うん、二項体制だとね。そんなところです。まあその辺がはっきりしたっていうところですね。1.5 リッター絶食でやっても夜更かしちょっとしちゃうともうダメっていうのは台無しってことだね。もう台無しですね。割と簡単に台無しになっちゃうっていうね。若返りも。なので、まあ、なんていうの、若返り幅っていうのはほんとちょっとしかないんだよね。1.5 リッターでやった時だとしてもね。やった時でもね。だそのちょっとのね、利幅っていうのかな。が、夜更かしするとね、もうボーンとマイナスに落ちちゃうっていうね。で、ストレスもちょっとかかるとね、一気にボーンとマイナスに落ちちゃうんで。だそこだよね。だ睡眠もきちんとちゃんと取れてて、ストレスもなしっていうね。その上で 1.5 リッター絶食だと若返っていくっていうね。まあそんな感じです。うん、で、今日ですね。今日は10月21日金曜日ですね。今日買い出し行ってきます。豆乳と、あとあのコレイチとグリーンスムージーとビタミンスムージーの補充ですね。で、固形物はまあ変わんない予定です。変わんない予定。なんとか 1.5 リッター絶食に体を慣らしていきたいんでね。うん、まあ仕事するようになったら、仕事が決まったらね。そしたらまあ仕事のある日はミューズリー取るけどね。仕事のない日は 1.5 リッター絶食で体を慣らしたいもんで、なるべくね、なるべくまあ 1.5 リッターだけでね、固形物なしですね、やっていきたいってとこです。で、取るものとしては、まあ、これ1豆乳、ビタミン豆乳、グリーン豆乳、1杯ずつと、あと麹水ですね。まあ一緒ですね。まあそれだけです。うん、あと、ジム、にちょっと行きたいなと思っています。こんな感じですね。ジムとあと履歴書だね。履歴書ちょっと1枚書く必要があるんで。まあ分かんないけどね。どうなるか。そんな感じですね。今日は。そんだけかな。したら今から麹水飲んで、で買い出していきます。今買い出しから帰ってきました。買ったのはこれ1とビタミンスムージーとグリーンスムージーですね。とあと豆乳2リットルです。あだけ、あと履歴書ですね。だけですね。したら今から、まあ、これ1豆乳作って飲んで、で履歴書書いて編集やって、でジムですね。行っていきます。今、ジムから帰ってきました。ああ、やっぱ、固形物取ってないだけあって。割とあれだね。バッテやすいっていうのかな。筋力も、なんか、体は軽いんだけどね。元気が少し落ちてるっていうのかな。そんな感じ。で、それで今からね、買い出し行って、隣町まで買い出し行って、で、ミューズリー買ってくる予定です。ちょっと食べた方がいいかもしれんと思ったんで、まあ今日は食べようかなと思ってます。したら行ってきます。今、買い出しから帰ってきました。買ったのはこれですね。アクティブピープル。これ一択ですね。っていうか、これしか買ってこなかったけど。まあ他に面白そうなのがね、あったら買ってもよかったんだけど、まあなかったし、だいたい砂糖とかね、油とか入ってんだわ。取ってもいいことはないっていう、ね。まあ散々実験やってきたよね。なんでこれだけ取ってきたってとこです。あとこれ食べて、あとドリンクですね。ドリンクと。で、ゆっくりします。
おはようございます。昨日の結果報告ですね。10月21日金曜日、実験生活1650日目、代替野菜ジュース豆乳麹水ミューズリーで生活実験21日目です。天気晴れ、睡眠時間4時間、午前2時から6時までの4時間です。まあちょっとだけ幽体ゆうトレだね、ゆうトレもやったりしたけど、まあほんとちょっとだけだったんで、まあ誤差みたいな感じな、睡眠だけってことにしています。ジョギングなし、ウエットトレーニングがジム3時間です。あと飲食ですね。まず飲んだもの、コレイチ豆乳500、グリーン豆乳500、ビタミン豆乳500、麹水900です。固形物がアクティブピープル 227g です。だからタイトル通りですね、野菜ジュース豆乳麹水ミューゼリーですねまさにタイトル通りです。尿回数5回出てて、濃さ平均的、薄め量は平均的な量でした。大便なしですね、今日は大便出てません。おならたまにありで、たまにっていうか昼に1回だけあったですね。匂いはかすかにありですね。ゼロではなかった、かすかにあったってところですね。で、今日の気づき、まあ今日はね、とにかくジムだね。ジム行った時にちょっとなんか元気がない感じだったんで、体のね、あ、ミューズリーちょっと取った方がいいかなと思って、まあ買い行ったってところですね。うん、あとビタミン豆乳に関しては、まあ500って今日計上してるんだけど、正確には400ですね。100ミリは翌日の朝飲んでるんで、まあ400なんだけど、めんどくさいんで、めんどくさいんで、100ぐらいは、まあいいでしょう。前日分に入れちゃったってとこですね。なんで 1.5 リッタープラス、麹水とミューズリーで今日やってます。うん、やった感じ、まああの、ジムとか行かないのであれば、まあその 1.5 リッターで問題ないってとこですね。1.5 リッターとあと麹水ですね。で、まあ全然問題ない感じではあったんだけど、やっぱ運動するとなるとね、うん、ちょっとなんかいるな、エネルギー的なものがな。ただ今回アクティブピープル 227g、 これはまあ適当なんだけど、超適当なんだけど、うん、こんだけ取ると体が割とね、熱持つんだよね、暑いっていうか、うん、で、まあ精神的に悪くはないんだけど、なんかその、なんていうのかな、絶食やってる時の精神状態に比べたらだいぶ落ちるっていうのかな、そういうのありますね。やっぱ固形物は取ると精神が落ちる、うん、あと喉だね、喉もなんかちょっと痰がへばりつく感じが出てくるね、固形物取るとね。だこれもまあアクティブピープル半分ぐらい取ったもんで、まあそれがまあ量だね、量の問題があるかなと思うんで、今日は、今日とか昨日だけど、うん、今回はアクティブピープルをもう直接直にね、袋からスプーンで袋から直に取ってるから、あ、今度からはあのドリンクだね、ドリンクの方にちょっと入れて取ってみようかなと思ってます。今度っていうか、まあ今日からですね、今日土曜日からね。で、量もそんなに取らずにね、大きめのスプーンで 2,3 杯くらいを500のね、これ1豆乳とかグリーン豆乳とかに入れて、で、取るみたいな。で、その量も、まあ、だんだん減らしていってね。で、固形物は、まあ、とにかく少ない量でね、わずかな量でやるみたいな。で、そこで、まあ、ちょうどね、運動もできて、仕事もできて、で、精神状態もいい。で、そこから、まあ、若返っていくところを探っていくっていうね、まあ、そんな感じでやっていきます。で、今日は10月22日土曜日です。今日はちょっとあの用事があるんで、一回出かけてきます。まあすぐ戻ってくると思うけどな。ああ、でもついでに買い出し行くわ。ついでに買い出し行って、で帰ってくるんで、まあちょっといない時間がね、日中あるけど。あと、まあ、取るものはこれ1豆乳、グリーン豆乳、ビタミン豆乳、麹水と、あとアクティブピープルですね。アクティブピープルは、まあそんなにたくさんは取らない予定だけど。まあ、今日はなしでいいぐらいかなと思うけど、そんなエネルギー使わないし、うん、ジムとか行かないんでね、ジョギングも今日はしないんでね。あと編集だね、編集がまだ終わってないんだ本当は金曜日のうちにね、やっておけるとよかったんだけどね、アップロードできるとよかったんだけど、まあできてないんで、なんで今日ですね、今日か明日にはまあアップしたいなっていうところです。あ、今日土曜日だ、でもそういえば。うん、今から、計測だ。今9時半ですね。計測だ。
で、計測しないであかんわ。したら、まあ9時半ですね。9時半というところで計測入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、背中、70ですね。血圧110-78です。今週の結果報告です。今週の計測時刻は午前9時半頃です。先週に比べて1時間と30分ほど早いですね。まあちょっとと早いけど、そう大きくは違わないんで、まあ大丈夫でしょう。体重 59.30kg、先週に比べて 3.15kg のマイナスです。なんで、めちゃめちゃ減ったね、体重ね。BMI 18.7 でマイナス1ですね。1.0 のマイナス。体脂肪率は 13.0% で 1.2% の減少です。なんで、今日 BMI で1減ったんだよ。1減るってすごいよ。BMI で1減るって。すごいよ。なかなかないね。うん。だ前回 19.7 だったんだよ、BMI。だまあ20近いよね。20近いところにいたわけだよ。だから一気に 18.7 だよ。18.5 がね、だいたいボーダーラインじゃんね。もうボーダーラインスレスレまで来てんだよ。一気に、1週間で。びっくりだね。体脂肪率も 1.2% 減るって結構でかいよね。うん。体重も3キロ減ってるからさ、1週間で3キロ減ってんだよ。あれすごいよね。血圧110-78、最高血圧プラス6、最低血圧マイナス3なんで、血圧はなんか微妙に上がってるんだよな。脈拍86でプラス11、ウエスト 70.0cm で1センチのマイナスです。まあ、3キロ減ってるからもうちょっと減ってってもいいかもしれないんだけどね。まあ、昨日割とミューズリー取ったでな。まあ、それで膨らんでる部分はある。あとまあ朝ね、朝100ミリくらいね、ビタミン豆乳飲んでるしね。ってところです。で、まあ今週の気づきですね。今週まあとにかく体重、体脂肪率がめっちゃ落ちたっていうね。で、まあ理由としては絶食だよね。固形物をまあ余っとってないっていうか今週ね、特に後半ね。うん。最初の土曜日、15日の土曜日はいっぱい取ってんだよ。オートミール 60g、コーンフレーク 200g、バナナフレーク 70g、落下に豆 150g、すき焼きのタレ少し。固形物ね、15日はね。16日はオートミール 30g、バナナチップ 230g、焼き干し芋 220g。この日もまだ取ってんだよ。で、月曜日、厚揚げ2枚、デーツ 180g、サルタナレーズ 270g なんで、この日はちょっと減ったんだよね。まあ、デーツとサルタナレーズンってそんなにお腹膨らませないから、うん。で、火曜日の日はなしですね。固形物なし。で、1リッター絶食やってますね。火曜日の日ね。で、水曜日の日は厚揚げ2枚だけですね。この日もだから固形物は少ない。で、木曜日の日はなしですね。固形物一切なし。で、1.5 リッター絶食ですね。で、金曜日。今日ってか昨日だけど。昨日がアクティブピープル 227g、 まあ大体だけどね、半分ぐらい取ったかなってとこなんで、うん、まあ固形物をそこそこ取ってるんだけど、これアクティブピープル取ってなかったらもっと減ってたかなと思って、4キロぐらい、いやそんなにないか、そんなに減ってないか、うん、もうちょっと減ってたかもしれないですね、うん、3.5 キロぐらいは減ってたかなと、まあ、あんま減りすぎても怖いんで、まあ、BMI で 18.5 はまあ切りたくないなとは思ってんだけど、まああの実験に支障をきたさないぐらいの範囲で固形物はまあやりたいところですね。なるべく 1.5 リッター絶食ですね。ただまあウエットトレーニングだね。ウエットトレーニングをするときはちょっとまあ固形物入ってた方がいいかもしれないなと思ったけどね。昨日やってみてね。
うん、まあ、今後もアクティブピープルと、あとマウンテンクライマーだっけマウンテンクライマーですね。うん、まあ、あの2つは試してもいいかなと思うんで、うん、まあちょっと買ってきてね、で少し撮るみたいな、まあ、仕事するときと、うん、まあエネルギー見ながらやるけどね、うん、あんまりエネルギー足りないなって時は補充するし、固形物で補充するし、まあ液体で補充できるなら液体の方がいい か、うん、だからグリーン豆乳も水筒で持って行ったりしてね、で取るみたいな。だウエットトレーニングも水筒持っていこうかな。そしたら水筒にグリーン豆乳入れてで飲むっていうね。昨日はね麹水持ってったんだよ。麹水もね割と美味しいしなんかね最初はそんなにうまくないと思ったんだけど、麹水飲んでるとねあるところで急に美味しくなるね。あ、これやったらわかる。あるところでなんかね妙に美味しいんだよ。変わる、腸環境が変わって味覚が変わるのかな、よくわかんないんだけど、最初はねそこまで美味しいと思わないんだよ麹水って。うん、なんか独特の味があるからさ、うん、なんだけどね飲み続けてるとねあるところで急に美味しくなるね。まあもしかしたらあの中の、まあ、麹のその状態っていうのかな、前に一時期ちょっと酸味が出た時があったよね。うん、なのでなんか菌が入り込んだりして、でその環境がね変わって味も変わったっていう、まあ、酸味が出るってことはねそういうことだと思うから間違いないと思うんだけど、で同じようにその中が入り込んだりとか変化があって味が変わったっていう可能性もあるんだけど、最近ねめちゃめちゃ美味しいんだよ麹水が。なぜか美味しい。であれあのピッチャーに入れてるんだけど、ピッチャーの中はね洗ってないんで毎回あの継ぎ足しであのメッシュ状のところに米麹を入れて、でピッチャー自体はもう洗わないんだよ。ガラスのところは洗わないんだよ。まあ別に洗う必要性を感じないもんで、なんか黒いものとかね黒い斑点とか出てきたりして、あちょっとなんか洗った方がいいかなみたいになったら洗うんだけど、そういうのないんだわ。ちょっとなんかやっぱ白っぽいものがねうっすらついてくるんだけど、なんかそう危ない感じにも見えないもんで、なのでピッチャーはね洗ってないんだよね。まあメッシュのところは洗ってるけど、メッシュ以外のところはね洗ってないんだよ、ガラスの部分はね。逆にそれがいいのかもしれないですね。麹水が出来上がる環境として、美味しい麹水が出来上がる環境が、まあ、洗わないことによってまあ生まれたっていうかね、そういう可能性もある。とにかくね最近の麹水はうまいんだわ、めっちゃうまいんだわ本当。まあその辺のジュースとか目じゃないよ、うん、もうジュースなんか飲んでれんって感じ。あもう麹水、絶対麹水って感じだねそのぐらいうまい、マジでうまいですね。なんか知らんけどね、なんか知らんけどうまいんだわ。多分でねジムには麹水持って行ってるんだけど、あれをまあグリーン豆乳に変えたらエネルギー的に問題ないかもしれないもんで、まあ今後ちょっとねミューズリーも一応まあ使うは使うんだけど、なるべく液体ですね。液体。コレッチ豆乳、グリーン豆乳、ビタミン豆乳で、まあ、やっていこうかなと思ってます。仕事もそうだし、あとジムとかね、あとジョギングもそうだけど。まあ、ジムはね、あんまりお腹に入れてからやるとね、調子悪くなるんでね。あと汗がいっぱい出るようになるんでね。で、バテやすくなる。うん、しんどくなる。あんまりね、お腹に入れない方がね、いい感じにできるんだよ。調子がいいっていうのかな。あと力も出る。力はね、出るときと出ないときがあるね。エネルギーがなんか足りなくって出ないときもある。なんかもうヘロヘロみたいな感じで。まあそうかと思えば逆にね、なんかめっちゃ調子いいときもあるんだけどね。うん、食べない状態だとね。固形物取らない状態だと、ね。でも食べるとね、まあ、確実にね、調子悪くなるね。なんかバテやすくなるね。うん、難しいとかね、あの辺調整がね。まあそんな感じです。で、今後はちょっとね、まあなるべく 1.5 リッター絶食、プラス麹水。まあここで基本やっていきたいんだけど、まあ補助的にミューズリーですね。うん、まあ最終的にミューズリーをなくすんだけどさ、まあ固形物完全にゼロでやりたいんで、
なくすんだけど、まあね、なんていうか、自転車でいう補助輪みたいな感じでね、使っていこうかなと思っています。まあ、で、どっかでなしにするってところです。そんだけですね、今週は。やっぱり、固形物を取らないと体重体脂肪率が落ちるっていう。まあ、どっかで下げ止まりはあると思うんで、前も実験してたけどね。ただ、食べてたら若返ってかないもんで、なんで、体重体脂肪率が落ちても、やっぱり 1.5 リッター絶食でやるしかないなっていうとこですね。で、1.5 リッター絶食で慣らしていく。で、それに慣れてきたら、若返っていくかなって思っています。まあ、そんな感じです。来週も、まあ、同じ形でやっていきます。大体野菜ジュース、豆乳、麹水、ミューズリーですね。まあ、金曜日21日目なんで、土曜日今日は22日目からですね。まあ、同じようにやっていきます。このタイトルでしばらくやっていこうかな。ミューズリーは補助としてやっぱりちょっとね、持っといた方がいいと思うんで、まあ、しばらくはね。で、もう、もうなんか固形物全然いらなくて大丈夫だわ、みたいな状態になってきたら、もうミューズリーなくして、で、野菜ジュース、豆乳、麹水だけにするってとこですね。そしたら日付で10月15日土曜日から10月21日金曜日まで、受験生活1644日目から1650日目まで、大体野菜ジュース、豆乳、麹水、ミューズリーで生活実験15日目から21日目まで完了です。それではまた来週。